どうも、ねずっちです、兵庫県で60歳の父親と28歳の娘がですね、お風呂のお湯の量で、口論となって最終的に殴り合いの喧嘩に発展しましてね、2人とも現行犯逮捕されるという、ニュースがありました。結構激しいね、親子喧嘩がね、だけどあれだね、不思議だね。家のお風呂なのに喧嘩したんだね。家のお風呂なのに戦闘モードだったっていうね。まあだけどお風呂だったからね、そこが戦場になっちゃったんですかね。僕の予想ですけどね、この親子の喧嘩ね、初めてじゃないと思いますよ。割と頻繁にやってんじゃないかな。だってお風呂ですから結構よくしてるってね。でもこれはね、良くないことですね。殴り合いの喧嘩はダメです。たとえ親子でもね、お風呂だけどね、そこは OK とはいかないよね。ねずっちです。今日はご機嫌の4連発でお送りしました。